経済的に重要なシルクロードと香辛料貿易のルートはオスマン帝国時代に遮断される。1453年の東ローマ帝国の崩壊はアフリカ航路開拓のための探検を促し大航海時代を引き起こした。1498年におけるバスコダガマの航海ルート。緑線は通常のルートであり、 大々船は1488年のペロダ・コビリアの旅程、青船はアフォンソデ・パイバの旅程である。香辛料貿易は、香辛料、鉱、ハーブ、生薬及びアヘンなどを対象とした、古くから行われていた貿易のことである。アジア圏は古代から香辛料貿易に関わり、古代ギリシャローマとも、ローマ、インドルートと鉱の道を通して取引を行った。 ローマ、インドルートは、アクスム王国が一世紀以前に開拓した、航海航路を用いるなど海洋国家に依存した。七世紀中頃、発達したイスラム圏がエジプトとスエズを結ぶ、対象路を遮断してしまうと、アクスム王国は、ヨーロッパ貿易圏から離れてしまった。アラブの貿易省は、レバント地方とベネツィアの商人を通して、ヨーロッパと取引を続けた。当初は、 陸上ルートが高信量貿易の主要なルートであったが、これは海上ルートによる商業活動の急激な成長にもつながった。中世中期から終わりにかけて、高信量貿易においてイスラムの貿易商たちがインド洋航路を支配し極東の資源地開発を行った。彼らはインド洋航路を通してインドの貿易市場からヨーロッパへの陸上ルートに、 つながるペルシア湾や航海に向かって、香辛料を輸送した。このように、アラブの貿易商たちが香辛料貿易を支配したが、1453年に、オスマン帝国が、東ローマ帝国を滅ぼし、地中海の政界権を得ると、これらを通る、交易路に高い関税をかけたため、アラブ商人主導の貿易は衰退していく。大航海時代に入ると貿易は一変する。 高信量貿易は大航海時代を通してヨーロッパの貿易商たちの主要な活動となった。1498年にバスコ・ダガマが希望本経由によるヨーロッパ・インド洋航路を発見し、新しい通商航路を開拓するとヨーロッパ人が直接インド洋はじめ東洋に乗り込んでいった。特にポルトガルは、いわゆるポルトガル海上帝国を築き、 当時の交易体制を主導した。この大航海時代の貿易は、東洋におけるヨーロッパ優位の時代を作った。国家は貿易の支配を目指して、香辛料交易路をめぐって戦ったが、それは例えば、ベンガル湾航路のように、様々な文化の交流、あるいは文化間の貿易取引を橋渡しする役割も持った。だが、ヨーロッパ支配地は発展するのが遅れた。 ポルトガルは自身の影響下にあった古代のルートや港湾、支配の難しい国を用いる交易路に制限や限定を行った。オランダはインドネシアのスんだ海峡と希望ミネを直接結ぶ遠洋航路を開拓してポルトガルの支配する海域を避け、これら多くの問題を回避した。インドとの交信量貿易はプトレマイオス朝。 続いて、ローマ帝国に関心を持たれた、エリュトゥラーカヤン内期に基づいた、インド洋における一世紀のローマインド官房駅のルート。シナモンやカッシア、カルダモン、生姜、ウコンなどの香辛料は、古くから東洋の国々では取引されていた。これらの香辛料は、紀元前には中東に届いたが、商人たちによって、 香辛料の正体は秘匿され空想的な物語が作られた。エジプト人はプント人の土地やアラビアから輸入した香辛料を航海で取引した。河の道を通して取引された高級品にはインドの香辛料、黒炭、絹、上質の織物などがある。香辛料貿易は早くから陸上の交易路が利用されていたが海上交易路が 陸上交易路を発達させる手助けをしたことが分かっている。プトレマイオス町は、航海の港を使用するインドとの貿易を活発化させた。ローマエジプトが成立すると、ローマ人は既存の貿易をさらに発達させた。ローマ、インドルートは、一世紀より前に航海ルートを開拓したアクスム王国の海洋技術と貿易力に依存していた。 紀元前30年から西暦10年頃にローマとアクスムは交流を始め、アクスムはアラビア海の季節風を利用する交易知識をローマ商人と共有した。この親密な関係は7世紀中頃まで続いた。紀元前80年にはアレキサンドリアがギリシャローマ圏に入るインド産香信料の有力な交易の中心地となった。 インドの船はエジプトに向けて出港した。南アジアの海上貿易ルートは一つの有力な勢力の支配下にあったわけではなかったが、東洋の香辛料は様々なシステムを通して主要な香辛料貿易港であるインドのカリカットに運ばれた。ザ・ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・アフリカによれば、アラビアとインドの港や香辛料における貿易は、ますます重要なものとなり、 ギリシア人は初めて直接インドと貿易を始めた。インドへの回路の発見、または再発見は、プトレマイオス8世の治世の終わり頃に、キュジコスのオイドクサスなる人物が始まりと考えられている。オイドクサスは2度インドへ船で旅をした。その後、彼はプトレマイオス町に対抗して、新しいインドへの回路を構築しようとしたが、 これに失敗して、道中で死亡した。これは、アフリカの周りを航行することで、プトレマイオス朝の支配権を避けるというものであった。紀元前115年頃に、アラビア南西部にあったサバー王国が崩壊し、ヒムヤル王国が台頭した。この期間に、おそらく、アラブ勢力の弱体化で、エジプトとインドとの直接接触が可能になった。エジプトに輸入されるシナモンや、 その他故障などの東洋の更新量はかなり増加した。しかしながら、インド用航路での貿易も小規模ながら短期間続いており、毎年20隻未満のエジプト商船が危険を犯して航海の外に出ていた。インドとギリシャローマ圏の貿易は増加し続けた。この貿易において、インドから西方世界に輸出する主な物産は更新量であり、 絹や他の交易品は無視されていた。ジャワ島やボルネオ島などにインドの文化が流入した際には考慮が求められた。これら貿易の拠点から後に中国やアラブの市場にも交易品が供給されるようになった。ギリシャのエリュトラーカイアン内域には大きな船が東のクルーズに航海していくいくつかのインドの港を命名している。 イスラム教が登場する以前のメッカ人は、ローマとの高級品の貿易で、古いルートである河の道を使用し続けた。メッカ人が関わった輸出品は、アラビアの入港、東アフリカの増下と、金、インド産の香辛料、中国の絹など、変わらない交易品が扱われた。航海を用いたルートは、イタリアと南インドを結んでいた。ローマは5世紀に、 高信料貿易の一端を担ったが、アラビアの国と違い、その役割を中世まで持続させることはできなかった。イスラム教の成長が、エジプトとスエズを結んでいた、陸上貿易路を塞いだことにより、アラブの貿易商人たちは、レバント地方経由で、ヨーロッパとの貿易を続けた。東南アジアとインドの貿易は、 7から8世紀の間にかけて、アラビアとペルシアの商人にも重大な影響があったことが分かっている。アラブの貿易省は、インド洋航路を支配し、取得されていた、高新領諸島のような極東の資源地を開発した。モルッカ諸島に関していくつか言及された資料がある。中国では、領所、海南伝に、モルッカ諸島を指すと見られる。 馬五国という名称が記録されており、中国人海商が海外飛躍した現代に書かれた遠い史略には、モルッカ諸島へ至る航海についても触れられている。ジャワの年代記は、モルッカとマロコについて言及しており、14から15世紀における最初の明確なアラブ人とモルッカ諸島の関係を含んでいる。また、スライマ・アルマールは、ティモール島の西に、 バンダ諸島があり、ここでは、ナツメグと、メースが手に入る。このクローブの島は、マルク島と呼ばれている。と言及している。マルクで採れたクローブは、船で、カリカットのような港町とスリランカを経由して、インドの市場で、取引された。そこから、アラビアの港に向かって、貿易品は出荷された。ペルシャ湾のホルムズ王国や航海のジェッダ、稀に、 東アフリカまで葬儀を含めた様々な用途のために用いられた。アッパース町はインドや中国との貿易のためアレクサンドリア、ディムヤート、アデン、シーラーフを通海港として用いた。インドから港湾都市のアデンにやってきた商人たちは交易品の邪行、小納、竜与ダレ港、白檀をイブンジアドに税として効納した。 インドの香辛料輸出については、イブン・カルダベ、アル・ゴフキ、イショック・ビニ・マラン、エエル・カルカ・シャンディなどの著書で言及されている。インドを旅した中国人の三蔵法師は、商人たちは遠い国へ出発するとプリーの町について言及している。アラビアからの陸上交易路は、地中海沿岸に通じていた。8世紀から15世紀にかけて、 ベネツィア共和国とイタリア海洋都市国家がヨーロッパと中東の貿易を独占した。絹と香辛料貿易で、これら地中海の都市国家は、驚異的な繁栄を成し遂げた。香辛料は、中世に、医療品として需要があり、高価な商品であった。これらは、アジアとアフリカからの輸入に限られた。ベネツィア商人は、陸路と海路を結ぶ重要な交易地点から、 他のヨーロッパ人を締め出し、ヨーロッパ中に貿易品を流通させた。この体制は、オスマン帝国の台頭で、1453年に、コンスタンティノープルが陥落するまで続いた。ポルトガルのインド艦隊の貿易ルート。1498年のバスコダガマの旅程と、そのマニラガレオン及びスペイン,インディアス艦隊が1568年に、確立したルート。 ゲオルク・ブラウンとフランツ・ホーゲンベルクの地図より1572年におけるインドのカリカットのイメージ。ベネツィア共和国は地中海における高辛料貿易の独占を通じ高い国力とヨーロッパ列強内での重要な地位を確保するようになった。他の共和国はベネツィアの独占体制を崩すため海外進出を図り始めた。その中の重要な成果の一つは ヨーロッパ人探検家によるアメリカ大陸の発見であった。15世紀中頃まで東洋との貿易はシルクロードを通して行われ、ベネツィアやジェノバといったイタリアの海洋都市国家や東ローマ帝国が中間商人として活躍していた。しかし1453年に東ローマ帝国がコンスタンティノープルを占領したため東ローマ帝国の支配は消滅した。 オスマン帝国は当時存在した香信料貿易の航路を独占したことで香信料貿易で優位に立ち西方へ運ばれる交易品に非常に高い税を課した拡大するヒキリスト教権に莫大な利益を生む東方貿易を左右されたくない西洋のヨーロッパ人たちは直接インドに至る航路の開拓に取り掛かった最初にアフリカ修航を試みた国は ポルトガルであった。15世紀前半以降、ポルトガルは、エンリケ公開王子のもと、北アフリカの探検を始めた。1488年、ポルトガルのバルトロメウディアスが初めて、希望峰に到達したことや、インドへの航路開拓による、貿易独占の目論みから、海洋進出は勢いづいていった。それから9年後の1497年、マヌエル一世に命じられ、 4隻の船団を率いて出港したバスコダガマは希望峰を一周しアフリカ東海岸マリンディそしてインド洋を横切ってインド南部のケーララ州の都市カリカットに到達したインドの富を得るためヨーロッパ人は調査を行い始めたポルトガル帝国はヨーロッパの国で最も早く高新量貿易によって海洋帝国を築き上げたこの間に スペインやポルトガル王家の依頼を受けた探検家たちは新世界を発見していた。最も早かったクリストファー・コロンブスは1492年に西回りインド航路を開拓しようとし、現在のバハマにあたる島に到達した。インドではなかったが、彼はインドに到達したと信じており、先住民にインディアンと名付けた。そのちょうど8年後の1500年、 ポルトガルの海洋探検家である、ペドロ・アルバレス・カブラルは、バスコダガマのインド航路をたどって、インドへ向かおうとしたが、西に流され、現在のブラジルに漂着した。新天地の領有権を宣言した後、カブラルはインドへの旅を再開し、9月にインドへ到達して、1501年までに、ポルトガルに寄港した。この頃、アフリカを回る回路は、 ポルトガルの完全な支配下にあった。だから、もし、スペインが貿易で、ポルトガルに対抗するつもりであるならば、代替航路を見つける必要があった。その最も早い試みがコロンブスによる西回り航路の開拓であったが、その代わり彼は、ヨーロッパとアジアの間に、未知の大陸を発見することができた。これらスペインの試みが、最終的に成功するのは、 フェルディナンド・マゼランによってである。1520年10月21日、彼の探検隊は、現在マゼラン海峡として知られる海域を横断し、アメリカ太平洋沿岸を探検し、1521年3月16日には、フィリピンに到達する。この地でマゼランは原住民に殺害されるが、探検隊はその後もモルッカ諸島を目指し、同年11月8日、 テルナテ島に到達する。これは事実上、最初の西回り行進量通商航路を確立したということであった。1522年、生き残った船はスペインに帰還し、その生存者たちは、世界初の世界一周を成し遂げた人間となった。インドにおける、ヨーロッパ人入植地2002年度版、ブリタニカ百科事典には、フェルディナンド・マゼラインは、 1519年にスペインの依頼を受け探検を開始した。彼の指揮下には五隻いたが、唯一ビクトリア号のみがスペインへ帰還した。しかし、クローブを積みきを用とした帰還だった。と記述されている。オランダは東南アジアへ向けた遠征のためアムステルダムを出発する。1598年に出港した別のオランダの輸送船団は、 60万ポンドの香辛料と他の東インドの交易品を持ち帰った。そしてオランダ東インド会社は、クローブやナツメグの生産国の指導者と協力関係を築いた。イギリス東インド会社は17世紀前半にかなりの量の香辛料を輸出した。2002年度版、ブリタニカ百科時点によると1602年、オランダ東インド会社は、 オランダ議会の権限で設立された。1664年、フランス東インド会社は、ルイ14世の下国家の権限付与により再建された。他のヨーロッパ諸国も、東インド会社を設立させた。貿易における優位性と独占的な支配のため、戦いと領土拡張が続いた。19世紀になると、イギリスは、 インドとセイロ論島に強い影響力を持ち、オランダは東インド諸島の大部分を支配下に収めた。100年以上ポルトガルが主導者であったが、このように最終的にはイギリスとオランダの企業や領土拡張に屈した。激化した競争は対立国に高信量貿易支配のための軍事行動を起こし始めた。1641年。 ポルトガル領であったモルッカ諸島はオランダに占領された。オランダは貿易独占を徹底させるため、直接管理下にあるもの以外のグローブやナツメグの木を焼き払い、グローブやナツメグのプランテーションを作り上げた。このことは、古くからの貿易の様式を破壊し、前島、特にバンダ諸島の人口を激減させた。モルッカ諸島の 高信量貿易の通貫校の代表者、ロビン・エイドンキンによれば、ヨーロッパと南アジア、東、アジア間貿易は、自領土で品物を売るよりもしばしば利益をもたらした。1530年代、ポルトガル人は、船で相当な量のクローブ、ナツメグ、メースを、ポルトガルよりもインドやホルムズに輸出した。ホルムズの買い手によれば、ムーア人商人は、 ペルシアやアラビア、トルコに及ぶまでの全アジアにいたという。少なくとも17世紀から、交易品は、ポルトガルとオランダによって、ベンガルへ持っていかれた。イギリスの商人たちは、非常に創建であるスーラトや、その他インド、ペルシアの国に売り始めた。1620年から1740年にかけての、オランダは、1、3以上の香辛料を、ペルシアやアラビア、 インドといったアジアに売り込んだ。日本にはマカオから来たポルトガルや遅れてオランダより香辛料が輸入された。しかし17世紀前半の日本においてクローブや香辛料の需要は一般に低かったと言われ結果として価格も低かった。イギリスの植民地ペナン島は1786年に古商工として開発された。18世紀に フランスの所有地は極東のオランダ領を積極的に妨害するため移動したイギリスに差し押さえられた。拡大したイギリスの影響力の結果オランダ東インド会社も弱体化した。イギリス人はコンオーリス要塞のような軍中留地を作りペナンの防衛に努めた。1585年西インド諸島からジャマイカで育てられた生姜がヨーロッパに到着した。 生姜は、インドや中国南部原産種であり、よく成長するとして、新世界に持ち込まれた、アジアの香辛料であった。18世紀中頃まで、植物は、原産国以外ではまともに育たないと考えられており、例えば、ゲオルク・エーベルハルト・ルンプフのような当時著名な、植物学者も、この考えを支持していた。しかし、ルンプフの主張は、18世紀前半には、 ヨーロッパやマレー半島で行われた移植実験の結果より疑われていた。1815年までにはスマトラ島からナツメグの積み荷がヨーロッパに到着した。また、グレナダをはじめとする西インド諸島も高新量貿易に関わるようになってきた。18世紀前半にはティモール島産のビアクダンとチベットの項は中国で沈調されるようになった。脈弾は 仏像やその他貴重品の材料となり、東アジアでの需要が生じた。19世紀前半、アメリカのマサチューセッツのセーラムは、スマトラ島と有益な貿易を行っていた。アチェ王国は、東南アジアにおける高辛料貿易によって強国に成長しており、彼らはオランダの侵略に抵抗して、セーラムの貿易商と関係を築いた。 1818 18年、セーラムからスマトラへの航海は多くは、平穏なものであったが、海賊による襲撃が始まり、海賊に襲われた、インドやヨーロッパの船員たちの話を通して、貿易圏全体に海賊に対する恐怖が広がった。アメリカ合衆国は、ニューイングランド住民に対する海賊行為や、他の敵対行為について、懲罰的手段に出ることにした。 特にきっかけとなったのは、スマトラセーラム間貿易において、最悪の敵対行為とされた、貿易船フレンドシップ号の乗組員5人が、殺害された事件である。19世紀中頃、冷蔵技術が開発されたことにより、香辛料の消費は、全体的に低下し、香辛料貿易は衰退した。東南アジアのヒンドゥー教や、仏教の支配者層は、 多額の資金を投資するなど、経済活動や貿易品の消費者として結びつくようになった。このことは、地元の有力者や職人、貿易活動の振興といった、地域経済の利益につながっていったと考えられる。仏教の教えは、海上貿易や貨幣制度の広がり、芸術や教養と並行して伝わっていった。イスラム教は東方へ広がっていき、10世紀には、 東南アジアへ到達したが、これには、イスラム教徒の貿易賞が重要な役割を演じていた。フランシスコ・ザビエルのようなキリスト教宣教師は、東洋へのキリスト教の布教に貿易を役立たせた。また、キリスト教は、モルッカ諸島で信仰されていたイスラム教と競い合ったが、高信領諸島の人々は、容易に医療法の宗教を取り込んだ。ポルトガル植民地には、 高信量貿易に関わる、グジャラート人商人、南インドのチェティ人、シリア人キリスト教徒、福建省の中国人、さらに、アデンのアラブ人など、貿易商たちの集落が見られた。インドや、後に、中国から、神話や言語及び文化が、東南アジアに取り入れられた。ポルトガル語の知識は、貿易関係の商取引に必要不可欠なものとなった。 香辛料貿易に関わったインドの商人は東南アジアにインド料理を運び込んだ。それは今日、マレーシアやインドネシアでスパイシー料理やカレーとして人気となっている。ヨーロッパ人はインド人と結婚し、パンの製法など役立つ調理法をインドに広めた。ポルトガル人もまたすごいインドに広めた。そしてフランシスコ会の修道士たちは、 ココナッツヤシから酢を製造した。インド料理はヨーロッパの食卓にも見られるようになっていった。1811年までにはイギリスで食べられるようになり、これは社会の上位層、インド料理に興味を持ったり、インドから帰国した人に提供された。以下の表は2004年における世界の更新量、生産量を示したものである。ありがとうございます。